い,続いて実用小布でですねいつも,よりも総書体を書いていきます。総書体は隅をたっぷりつけて少し大きく運動するイメージですね筆圧の変化をしっかりつけながら解消行書よりも少し大きく書くイメージで少し太く書くイメージで書いてもらった方が全体とのバランスが良くなるかと思いますどうしてもね画数が少ないので小さくなりがちなんですけど 細くなりがちなんですけれどもしっかり圧度を加えるところは加える吊り上げるところは吊り上げるですね沈める吊り上げる沈めるの繰り返しになりますカツツジですねこれが月の総書体ですねそして点々先に行きます立てて横横斜め左右ですね、えー、続いてこれ糸辺がここまで崩れますそして回ってきて こうですね。三水です。歩くという字が崩すとこういうことになります。ゆったり大きくね、まあ、お手本よりも少し大きくするぐらいのイメージで書いてみてくださいえ。全体感が良くなるかと思います。まあ、こんな感じですね。はい、続いては段階題になります。段階題の方は漢字になってます。えー、っとどうしよっかな。えー、難しそうな1行目、2行目行きましょうかね。 え自覚ににがっていくように基本は中方ですね中方というのは穂先が線の真ん中通るように書きたいのであまり速く書かないようにゆっくり丁寧に書いてもらった方がやっぱりいいですかねゆっくり丁寧に書きながら次に次に進んでいく形になります次に次に向かっていく形ですね次の線次の線に向かっていくその時に少し穂先を引っ掛けると少し穂先をこう こういう感じに気筆を引っ掛けると柔らかい感じになりますそのまま入れてしまうと解消の線みたいになりがちなんでねこういうところもちょっと穂先引っ掛けて書いてもらうと深い線に沈んだ線になるので造法って言うんですけど穂先を線の中に沈めるイメージで描くようにしてみてくださいほんの少しですねちょっとこう穂先をちょっとだけ引っ掛ける感じで書いてもらうと 柔らかいイメージになりますやってみてください。はい続いてはのしの表書きですね。のしの表書きは今回は受賞お祝いですね。まあオン。オンはいつものように崩すとここまで崩せて、ここですね。この縦が短くしておくのがうまく見せるコツですかね。そして少し下げる感じになります。こう,こうですね。で頭の文字は少しちょっとお手本よりも。 どううでしょうか。ちょっと密にする形で小さくする形でもいいでしょうかね。であの時間はほぼほぼいらないと思います。詰めて書いていくイメージで書かれた方がのし袋の場合はバランスよく見えますね。こんな感じで詰めていって書くようにしてみてください。えそしてアテナですねアテナの書き出しもお手紙も少し小さめですね。で 1>, 1文字目2文字目は詰めるという意識で書いてもらった方がこういう感じで詰めてねもう時間なんかほぼほぼなくて下が開くように意識して書くようにしてみてください。